入試算数、ひらめきと経験で解く面積の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。図は扇形 AOB を点 B を中心に45度回転した様子を表しています。色のついた部分の面積は何平方センチメートルですか？円周率は 3.14 とします。では解説をします。図のように点 B と点 C を結ぶとき、 AB が45度回転して CB に移動したので角 ABC イコール45度です。ここで色部分のうち CB より右側部分を図のように透析移動させると、求める面積は半径45度の扇形となります。その半径となる AB について正方形 AOBE の対角線と考えると、その面積について上のようになり、求める色部分の面積は50.24 平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図のように中心角が90度の扇形 AOB があり、 AC を折り目として折り曲げたら O が円周上の点 D と重なりました。この時角 BCD は何度になりますか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。